千葉内陸バス株式会社は主に千葉県四つ街道市、千葉市を中心に路線バス等を運行しているバス事業者。京成電鉄完全子会社であり、京成グループの企業である。路線バスを展開するほか、高速路線やコミュニティバスの運行も担当している。もともとは千葉駅、千代田団地、三輪台大団地、四つ街道駅などを中心に運行していたが、現在は、 2013年の横戸線の京成バスからの移管、2015年の大日線の延伸などで、京成電鉄本線、東洋高速鉄道などが乗り入れる勝田台駅の南口にも乗り入れている。2017年3月16日より、それまで横戸線と寺山線のみで導入されていた、系統番号が全一般路線に導入された。本社は、 千葉県四街道市千代田に所在する。営業所は本社に併設された千代田営業所だけである。このほか、千葉市若葉区三つは第二三つは大社庫、四街道市三空に、三空団地折り返し所、同市名は二名は、社庫がある。三つは大社庫は、開設当初は折り返し所として使われていたが、千葉都市モノレールの千葉駅延伸開業に伴う、路線の再編成を行うにあたり、 1991年度に車両を常駐させる車庫としての認可を得て、三つは大団地線などいくつかの路線を運行するための、支所的役割も果たすようになった。三空団地より開始所は、他社との共同運行路線がないのを除き、名は車庫とほぼ同様の役割を担う。名は車庫は、車両の配置はなく、乗務員休憩室と中型車3台分の駐車スペースがあるのみである。 平和交通と共同運行する名は循環線の休憩所として使用されている。千葉内陸バスで最初に開通した路線の一つであり、四街道市北部の千代田団地と四街道駅を結んでいる。路線の大部分が千葉、グリーンバス雨水線に並行している。千代田団地停留所は、千代田営業所のすぐ前にあり、そこから栗山、四街道市役所を経由して、四街道駅に至る。 基本的には、四街道駅で終点となるが、一部に、三空団地線に直通する系統がある。かつては早朝、千代田団地発の四街道駅行きで、千代田団地内のみ停車する急行の設定が5本程度あったが、ダイヤ改正を重ねたうち、減便により現在は消滅した。2005年10月より、北高入口四街道市役所間のルートが、 文化センター東側の振動経由に変更となった。同時に、伊東洋華道四つ街道店の移転により、開通当初の役割を終えていた第二商店街、経由便が廃止になっている。これにより、第二商店街を発着するバスの便数は減少したが、新設の文化センター入り口が、大体停留所として機能するようになった。Y 例には、終日運行で、 平日日中は、毎時2から3本程度。y 0号は、千代田団地方向は平日午前中のみ、四街道駅方向は平日夕方のみの運行。土休日は運休となる。また、y 0号は、乗降場が、通常の場所ではなく、千葉内陸バス、千代田遠慮所、千代田車庫内にある。三空団地線は、千代田団地線とともに、 千葉内陸バスで最初に開通した路線の一つであり、四街道市南部の旭川岡団地及び、三空団地と四街道駅を結んでいる。終点の三空団地には走車場がある。この路線が開通する前に、途中の旭日農協まで、京成バスが同一ルートで運行していたが、三空団地への延伸にあたり、この区間を内陸バスが運行することとなった。この線は、 団地輸送路線でありながら、四街道市役所への足の確保、ラッシュ時等の運行提示性等のためにルートをいくつか有している。また、大日商店街及び、温水プールに足を伸ばす支線の存在や、別港で触れる大日線もミソラ団地に至るなど、その運行はかなり複雑である。大日商店街まで運行するのは、以前この停留所近傍に、 伊東洋華堂があったことの名残である。またこの路線は、平日と休日ともに、朝8時台までと、夕方17時台以降のダイヤは、Y61 系統ミソラ団地台にグリーンタウン、四街道駅南口で統一されている。日中は Y60 系統が主体となっており、その一部が Y62 に振り替えられて運行され、合わせて、 毎時3から4本程度の運行となっている。Y60、Y62 系統は、鹿渡市中央公園四街道駅北口3歳、鹿渡市の循環経路を通っていたが、2021年のダイヤ改正より往復ともに中央公園経由に変更された。池花線専用車四街道市営霊園行きとなる、千葉内陸バス線208号車、バードヒル池花は、 千代田団地に隣接する住宅地であり、この路線は両末端部の経路が異なるが、千代田団地線と似た地域を走っている。経路上に狭いクランク状の交差点があることから、使用される車両は原則として、中型車であり、打線と異なる、独自の都色の車両がこの路線用に用意されている。しかし、2003年頃より、当該車両は、 バードヒル池花な分譲地の広告のためにた路線でも走るようになったため、当線には一般車両が入る割合が増えてきている。開通当初は四街道駅において午前までが千代田団地線と同一の停留所を使用し、午後からは駅北口の東側駐輪場前の停留所に変わるという運行の仕方をしていたが、1999年3月1日より全便が 三空団地方面ポール発着に変更となり、駐輪場前は別の停留所として独立した。また、これと同時に、四街道高校付近の停留場の新設が行われている。名は線を走行する線167号車、四街道駅南口を発着する線で、道駅南側の名は、美しが丘の二つの住宅地を走っていく。 いずれも1980年代以降に造成された新しい住宅地であり、明和地区は日本一のガス島の町として四つ街同士の名所ともなっている。平和交通と共同で運行しており、使われる車両は両者とも中型車である。循環便は、美しが丘側の輸送に重点が置かれており、午前は明和入口先回り、午後は美しが丘先回りで運行する。 ほとんどの区間を、み空団地線と並行するが、団地の中に入らずわずかに地停留所だけ延長して、四街道総合公園に至る。この線は土曜休日のみ、1日1往復の状態が続いている。総合公園停留所はこの路線のみが設けており、完全並行する朝日中学校線は、公園の前を通りながら乗降できない状態が続いていたが、 内陸バスへの移管後、千条大駅方向のみ、総合公園前停留所が設置された。四街道駅から東に1 5トルほどのところにある、つくし座住宅地を回る短距離の循環線である。つくし座は四街道駅との間に急な坂道があるにも、かかわらず道路が狭いためこれまでバスの運行はなかった。 2003年に全長7メートルの小型車両が新たに導入されたことにより、入居開始から30年以上を経て、ようやく乗り入れが実現した。2007年より、つくし座隣接の幸が丘を通るルートに変更された。また、2012年より、つくし座へ向かう際のみ、伊東洋華同様津海道店前にある、消防署前を通るルートに変更され、利便性が向上した。 特例措置として、四街道駅到着後階層となる一部の便を除き、乗車時に消防署前まで乗車したい旨を運転士に申し出れば、追加運賃は必要なく消防署前まで継続乗車できる。つくし座線と同日に開通した路線であり、物井駅から四街道市東北橋の亀崎までを走る。亀崎地区には、もともと形成によって羽鳥線が運行されていたが、 この路線の廃止以降バスがない時期が長く続いており、路線の新設を望む声が上がっていた。これに加え、物井駅が快速停車駅となって利用価値が上がったことで、路線開設。全長7メートルの小型車両で運行されることが多い。開設当初はつくし座線と同じ、心臓のノンステップバスが使用されていた。現在は、 平日十時台に一本のみの運行である。物井駅を発着する内陸バス二番目の路線であり、亀崎線と異なりほぼ全区間住宅地を走っていく。四街道駅に接続する千代田団地線や池花線に比べ渋滞がなく定時性が高いというのがこの線の利点である。なお、この線の開通により、千代田団地線は若干の減便となっている。 毎日同じダイヤで運行され、終日30から40分間隔で運行。四小線に重当される1166、四津海道駅から、まっすぐに北上し、第二地中央、勝田台駅までと、途中の新加谷橋から分岐して、安全多台を経由し、新加谷橋に戻り、北上し、第二地中央、勝田台駅へ至る路線である。 第日線時代は、全区間が千葉、グリーンバス第日線と重複していて、内陸バスが一方的に乗り入れた形で開業していた。それではバランスが取れないということからか、京成も開業当日に今宿線の折り返し便として、第日中央四街道駅便を新設している。なお、第日中央停留所は、第日線が開業した時に新設されたものであり、 折り返し場もその時から使用を開始している。2012年8月28日、途中のかや兄弟から分岐して、あぜただいが新設された。周辺道路事情が改善されたことで、2015年2月16日、かつただい駅南口への延伸が行われ、大幅に便利なものになり、その際、路線名が第2地線から4小線に変更された。 途中の茅や兄弟から分岐して、あぜた台へ向かう系統は、あぜた台泊まりが廃止され、平日一往復半電台経由が運行されるのみとなり、2016年4月1日をもって完全に廃止となった。またこの路線は、内陸バスなどではなく、単に四小線と呼ばれることも多い。四章線は、四津街道の四と勝た台の勝ちで、 四小線となっている。線状大駅へ向かう愛8 0系統吉岡線は2006年3月に京成バスより移管された路線である。もともと京成によって1990年代に宅地造成された四つ街道下下の台と市中心部との連絡手段及び周辺地域の通学の足として開通した。通学の足としては 高野台と四街道市立朝日中学校の間、及び吉岡地区と同市立吉岡小学校の間で利用されている。内陸バスへの移管当初は、京成時代と同じルートで運行していたが、2006年8月に若干のルート変更がなされた。現在は Y80 系統は、平日9本と休日3本のみの運行。Y81 系統は、 平日13時台に1本のみ。Y82 系統は1日4本のみの運行だが、時間帯は方向と曜日により大幅に異なる。現在は平日11時台に1往復のみ運行されている。千葉駅から三つは台車小便で運用中の車両三つは大団地線は、津賀駅西部の三つは大団地と千葉駅及び、津賀駅とを結ぶ路線である。開通当初は、 四街道市内の各線とは独立しており、接続停留所がない形で運行していた。開通当初は千代田車庫から出入港を行っていたが、現在は密は大車庫に全員車両が常駐している。主力は C40 である。この線の開通当初は輸送手段がバスしかなかったため、本数も非常に多かった。その後、千葉モノレールが津賀駅、 千葉駅へと開通したことで、若干の本数の減少があった。また、1992年までは、千葉津賀間を通して運転していたが、現在は、全便三つは大車庫で分割運行されている。ただし、三つは大駅千葉駅間は、穴川を経由する大幅な迂回ルートであることや、モノレールが三つは大団地の全エリアを包含していないため、 現在でもこの路線の存在価値はあまり失われておらず、千葉駅の停留所の中でも行列の目立つ方である。なお、1998年7月より、千葉駅から三つは大総合病院線が新規開業している。本数は少ないが、短絡ルートを通るので病院の利用客のみならず、三つは大北部の利用者にも便利なものとなっている。 ちなみに C41 と C43 は千葉銀行中央支店を通る迂回ルートであり、どちらも平日日中に片道一本のみ運行されている。西千葉線となる1160号車、京成電鉄が運行していた路線だが、同社のローカル路線の整理の流れの中で1998年2月1日に内陸バスに移管された。内陸担当となったことで、 車庫も密は大車庫に変更となり、折り返し便も誕生した。千葉駅国立病院小全院桜部、千葉駅という循環運行が長く続いたが、1991年のモノレール千葉駅開業以後今の経路となっている。この線のようでもある国立千葉医療センター、桜部駅は大変に道が狭く、中型車によって運行されている。なお、 1999年6月1日より、西千葉駅千葉駅北口間が延長され、同時にこの区間の現金運賃が100円となったが、現在は C61C62 系統ともに、土休日片道1本のみになっている。原町線は、三つは大団地に隣接する原町に建設が進む若葉の森住宅地への輸送を主な目的として、 2002年に開通した路線である。当時山北から三津は大線のルートを外れ、東寺山町の九州落を経由して、若葉の森へと入っていく。その途中には、大型マンションもあり、ラッシュ時には相応の利用者があるが、道路が狭いため、中型車両でしか運行できない。津賀駅から三津は、台車股間は、三津は大断地線とほぼ同じコースをたどるが、 この路線は三つは大総合病院の構内を経由する。また、千葉駅から三つは大地区間の運賃は、遠回りでも三つは大岸地線と同額に抑えられており、千葉駅発着便よりさらに小さい全長7メートル車を使用する。この便の開通により、千葉四街道線の京成電鉄時代の旧ルートが一部復活しているが、停留所は当時と全く異なり、 モノレールの北側に、神林坊公園入り口、原町集落内に、原町東、原町公会堂前が新設された。千葉内陸バス線197号車、四街道駅から真西に、長沼方面に至る路線である。この区間は、もともと京成電鉄が1954年に開通した四街道線の一部である。その後、昭和40から50年代に、 草野社庫発着便が新設された。昭和40年代は寺山線も四街道駅に至っており、この沿線は東西横断の輸送が本数が少ないながらも主力となっていた。その後は寺山線が徐々に増便したことや、平成に入り長沼源線が新設されたことなど南北縦断輸送へのシフトが進んだため、この路線は成長するに至らなかった。 結局、その後の子会社へのバス路線移管の流れの中で、この線は、四街道市を主なエリアとする千葉内陸バスに関されることとなった。三つは台車庫への出入庫系統として、四街道駅、ポリテクセンター、千葉入口間の区間便も存在する。千葉市花見川区北部のうなや町にある、三春の翼の丘住宅地と、勝田台駅を結ぶ路線である。 この線は、もともと見春野ののデベロッパーである野村不動産が、京成電鉄に委託する形で開設されたものであり、当初は駅と住宅の間を無停車かつ無料で運行していた。その後、有料化、一部便の静図書館停留所における客扱いの開始を経て、2006年1月に内陸バスへ移管された。なお、移管にあたっては、全便が、 地図図書館に停車できるよう改められている。かつては周辺道路の整備の遅れから運行ルートは迂回を伴った複雑なものとなっていて途中踏切による渋滞もしばしば発生していた。また折り返し場や乗務員の休憩設備は路線の終点付近に設置されるのが通常だがこの線の場合は途中の三春の北停留所近くにある。このため 終点の三春の南では路上で展開する必要が生じており、休憩時には改装して路線を戻らなければならない。このように短距離の住宅輸送路線ながら、いくつもの運用上の非効率さを抱えているという一面もある。京成電鉄による運行当初は専用塗装の小型車両が用意されていたが、利用者の増加に伴い、後に小型ながら、 車幅の若干広い車両に置き換えられ、末期は中型車での運用もしばしば発生していた。内陸への移管にあたっては、京成バス、長沼営業所から車両が譲渡されている。また、勝田大駅から三春の団地方面の路線としては、三春の線以外にも2021年1月16日より、横戸線の計23系統が新設された。寺山線は、 西千葉駅からしばらく、京成バスの千草大団地線と同じルートを走り、団地には入らずに、若葉区の西寺山へと進み、愛生町を経由して、三王町、または三津は大車庫に至る路線である。この線は、もともと京成電鉄によって開通したもので、京成千葉駅を起点とし、松並、弁天地区、津賀小学校付近、 どの台を経由して西寺山までの路線であった。戦後、理財者が多く転入した西千葉駅の東側野球、賀村の主要集落を通るルートとなっており、当時としては、それなりに人口の多い地域を選んで路線が引かれている。松並、弁天地区の寺山線停留所また、この頃の寺山線には、西千葉駅経由の他に、津のように、荒木山を経由する、 ショートカット便があった。この便については、松並地区の歴史を綴った、松並の歩みにおいても、一時期であるが、四丁目の川端商店前引く、白運送館を運行された乗り合いバスがあったというと、触れられている。しかし、結果的には、遠回りでも西千葉駅を回るルートの方が便利だった、ようで、荒木山経由便の本数は少なく、昭和40年代半ば頃に、 京成千葉駅西千葉駅間が短縮されるとともに、荒木山付近の路線も消滅した。その後、佐ベニシテラ山間についても、ワンマンバスを走らせるにはやや狭いな小全員、現代経由のルートから、新たに整備された畜佐大団地下、殿の入り口の道路を経由するように改められている。この振動の一部は、かつて鉄道連隊が付設した、軍用線の跡を利用したものである。 なお、旧ルートのうち、佐部昌前院館の停留所は、昌前院線の循環線化により維持され、後に、千葉内陸バス、西千葉線に継承された。当初は、西寺山を終点として開通した寺山線であったが、その後六方町に内陸工業団地が進出したことなどから期待と延長されていった。終点は、四街道駅となっていた時期を経て、 三能町及び草野車庫と変わった。2007年7月1日に内陸バスに移管されたことにより草野車庫発着便が廃止され、代わりに密は大車庫発着便が新設されている。2021年1月16日よりポリテクセンター千葉駅の西1104系統が新設された。百三十三横戸線勝田台駅から国道十六号線を 下る路線である。開通当初は前、京成千葉駅大和台駅であり、弁天入口一北で大和台駅側につながっていた。かつただいい駅発着に変更になっても、千葉中央駅まで通して走っていたが、モノレール開通で、スポーツセンター駅から千葉駅まで完全並行となったので、この路線も、スポーツセンター駅で切られた。その後、 1997年3月1日より、穴川線と統合されて、稲毛区役所経由の西千葉駅発着に変更された。そして、1998年10月1日より、弥生線と分割し、ほとんどの区間が国道16線である原ルートとなった。2006年4月に、北部循環線が開業し、大和田駅発着時代のルートの一部に、バス路線が復活したが、 停留所の位置や名称は当時とは全く異なるものである。なお、2013年6月24日より、同線のうち前線通して運転する7往復の運行を、京成バスから内陸バスに移管され、同年9月1日にさらに7往復移管され、12月1日に全ての便は移管された。なお、草の車庫域は出入庫の関係で引き続き、 京成バスで2本残ることとなったが、2020年3月31日のダイヤ改正で消滅した。また、2021年1月16日のダイヤ改正により、三春の団地を経由する K23 系統の運行が開始されている。勝田台団地線は、東洋高速鉄道と京成本線が交差する勝田台駅の南口から、勝田台団地を循環する路線であり、 京成バス時代は、東回りと西回りが存在したが、千葉内陸バスへの移管を機に東回りのみの運行となった。この線の千葉銀行前停留所近くには、小さな操車場がある。2001年9月16日より、内陸に移管された路線である。モノレール、千葉駅開業時、京成桜営業所の雨水線を分割して誕生し、名前の通り、千葉と四つ街道を結ぶ。 千葉と四つ街道を結ぶバスの歴史は古く、京成バス千葉営業所の前身の一つである。千葉市外自動車が千葉駅の王子し県場の路線を高市が原、蒲池方面へ延長し、同じ頃同社が合併した四つ街道乗り合い自動車の路線と結合して、千葉駅四つ街道駅間の運行を始めたことが起源である。当時は津賀駅がなかったことに加え、千葉市が津賀村を 九州合併した頃であったため、津賀付近の住民には有用な路線となった。この当時のルートは戦後雨水線となってからも主要な部分はそのまま継承された。しかし、津賀駅が開設され、総武線快速が停車するようになると、駅周辺の人は鉄道を使うようになり、バスの勢いは衰えてきた。また、津賀駅のそばをバスが通るのに経由しないことが不自然になってきた。 これに加え、高品北、貝塚間の振動が開通したこともあって、2000年7月16日の改正より、ルートが、津賀駅経由に変更された。現在は、平日朝夕は、毎時3から4本程度、それ以外の時間帯はほぼ毎時2本の等間隔で、運行されている。羽田線稲毛駅東口にて撮影千葉内陸バス、初めての高速バス路線で、 本路線の開設により、日のセレガールを新規導入した。2007年現在のり8本下り9本が運行され、そのうちのり5本折り4本が当社担当、残りの上り3本下り5本が東京空港交通担当である。当日に満席で乗車できなくなることがないよう、羽田空港に向かう便に乗車する際は、乗車する前日までに、 当社千代田営業所に電話で予約することが求められている。千代田団地 JR 稲毛駅の区間は一般道を走行し、JR 稲毛駅東京国際空港までは、京葉道路穴川インターチェンジ宮野木ジャンクション、東関東自動車道首都高速湾岸線、空港中央ランプのルートで運行されるが、首都高速湾岸線が激しい渋滞を起こしている場合は、東京湾。 アクアラインを経由し、立山自動車道京葉道路穴川インターチェンジ、このルートで運行する場合がある。また、経由する東関東自動車道の特に、京葉道路との合流地点である宮の木ジャンクションが渋滞している場合は、東関東自動車道、湾岸なら市のインターチェンジから、一般道を通るルートを取る場合もある。千葉成田線マイタウン、ダイレクトバスマイタウン、 ダイレクトバス1209号車国際展示場駅は一部便のみ停車。一部便は東京駅八井す口が起点。遠隔臨時シャトルバス、東京駅駅臨時シャトルバスゾゾーマリーンスタジアム、臨時直通バス千代田団地線、ミソラ団地線、マイタウン、ダイレクトバス、千葉内陸バスで使用されている系統番号は下記の通りである。 2017年12月18日に登場した千葉内陸バス線2 0 5号車車両は日の自動車制が多くを占めている。大型車から中型車、小型車まであり、自社発注車のほか、京成バスや千葉シティバスからの転属車両も在籍する。一般路線車は日のブルーリボンシティやブルーリボンにレインボーなどが所属するが、小型車には日のポンチョや三菱不走。 エアロミディ MJ の配置もある。また、形成グループの事業者としては珍しく、全中比ではなく前後扉を採用した車両が多かったが、最近は交通バリアフリー法の施行により、車椅子などが容易に乗り降りできるよう、標準の全中比ノンステップバスワンステップバスへと移行している。近年では、混雑時対策として収容力を高めた、大型長弱ワンステップ車も導入されている。 2017年12月には千葉内陸バスでは初となるハイブリッドバスの日のブルーリボンハイブリッドが導入された。この車両はトミーテックとのコラボレーションデザインとなっている。東京ベーシティ交通から移籍した千葉内陸バス1195号車一般路線車の塗装は白色地に緑色の太体、細体を巻くのが基本であるが、 バードヒル池花線専用車両として導入された車両は白色地に水色の独自デザインである。近年導入された車両は白色地に緑色の帯を踏襲するが帯に内陸バスのロゴマークを入れた新塗装となっており、東京ベーシティ交通から遺跡したスズエルガもこの塗装となっている。 2017年11月5日に引退した千葉内陸バス1185号車、京成バスからの移籍者は、京成バス当時と同じ塗装のままで、京成バスの文字を消して、赤文字で千葉内陸バスと入れただけの車両が存在していたが、車両代替に伴い2012年までに一旦すべて廃車となった。その後2013年の横戸線一部移管を受けて、 イスズ・エルガミオが、京成バスからそのままの塗装で転入している。また2013年には、京成バスより、富士重工業製ボディを仮装したイスズ・エルガノンステップタイプ B が、京成バスカラーのまま移籍したが、2017年11月に、さよならツアーを行って引退した。高速路線車は、当初は、リムジンバス用として、日野セレガ RFS のスーパーミドルデッカーを導入し、 その後セレガを新車で導入した。2017年3月1日には三菱不走、エアロクイーンが、形成グループ統一カラーで導入されている。ありがとうございます。